はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校1年生の英語、依頼する許可を求めるっていうことで内容をまとめていきますね。で、まあ、今回ポイントに関してこの2つについてまとめていく感じです。まあ、タイトルそれにしようかと思ったんだけど、なんか分かりにくいんでこんな感じでしていました。で、今回も1番から13番の問題なので、まあできそうな子はね、この辺で動画止めてチャレンジしてください。で、いやー分かんねえなーって、まだ習ってないしなーっていう子に関してはね、一回見た後に後でちゃんとチャレンジしてね、自分でね、そんな感じでやってみてください。それでは俺の方は解説を始めていきますのでね、よろしくお願いします。いくよ。すげえ似てるんだよね、この2つね。 Can you と Can I なんでね、まあ、Can I って読むんだけどさ。じゃあこれについていきます。で、まずこのね、文の最初が Can you ほにゃららって始まる時と Can I ほにゃららって始まる時で意味が決まっております。で、まあそっから書いちゃうね。で、 Can you の方からこれほにゃららしてもらえますかって、まあ、かね、固い言い方するとこうすけど、普通に言うと何々してくれないってお願いするときです。だから依頼するなんです。お願いするときこれです。で、 Can I っていうのはほにゃららしてもいいですかって聞くときに使います。だからしてもらえるって相手に聞くときと、していいって自分のことをね、許可を求めるときに分かれます。そしてすごく混ざります。ここ気をつけて、ここすごく大切なんだ。で、まあ覚え方という、ちょっとね、まあ覚え方って言えないかもしれないけど、これ you って使う時と I で分かれるでしょ。あなたと私じゃんか。あなたがって意味で聞いてるので、あなたに頼むからしてもらえますかなの。 I は私でしょ。私がしてもいいですかって意味で聞きたいから、愛の時がしてもいいですかになります。私がしてもいいですか、あなたしてもらえますかっていう感じで覚えると結構外さなくなるよ。いいかな。じゃあこれ使って実際の問題解いていきます。3番、 Can you go shopping? ね、これで Can you って聞いてるからしてもらえますかでしょ。あと go shopping、 買い物に行くだよね。これ、ショッピングも go to の to 入らないから気をつけてね。ないからね。だから、これで、これね、ちょっと狭く書きすぎちゃった。go ショッピングが買い物に行くなので、買い物に行ってもらえますかって。だから、買い物に行ってくれませんかとかでもいいけどね。で、頼みます。で、いいよっていうとき。一言です。ごめん、ちょっと A っぽくなっちゃった。これ言うね。手話かまたは OK でもいいです。どっちでもいいよ。でも両方覚えておいてね。 OK の方が簡単だけどね。手話か OK です。で、次もう一個ね、買い物行ってもらえますか、いいよっていう時は手話か OK、 あ、いいよ、もちろん、はい、もちろんっていう時、はいだから Yes ですね。 Yes で、もちろんはね、まあ前出てきましたけど、もちろんはオフコースになります。いいね、はい、もちろんで Yes, of course です。次、 Can I use your pen? 続けて言うと Can I use your pen? となります。で、 Can I を使っているから、したしてもいいですかでしょ。 Use が使う、 Your pen があなたのペンです。全部つなげて日本語ねってやると、よいしょ、あなたのペンを使ってもいいですか。まあお願いする感じだね。使ってもいいって、いいよ、また同じです、これいいよって。手話かOK のどっちかでお願いします。で、 OK って書くとき特別で、これ両方大文字で書いてください。これね、両方大文字です、 OK はね。で、次いきます。8番、その部屋を掃除してもらえる、ね、お願いされてますね。
何々してくれる？してもらえる？ってお願いするときは Can you ね。だからしてもらえる？ってお願いするから絶対最初が Can you で始めます。ここ外しちゃダメだよ。で、あと The room があるからその部屋カットでしょ。残ったの掃除だよね。掃除は clean と言います。こうだから Can you clean the room？ で、その部屋掃除してもらえる？ってで答えます。ごめん今忙しいんだなっていう断り文句だね。まずごめんっていうのが sorry です。 sorry でちょっとごめんで、これ I'm sorry にしても OK ですけど、ちょっと簡単な方でいきました。 sorry だけだね。で今忙しいんだ、 I'm 忙しいが busy です。これごめん言うね。で今っていうの前やったね。今文の最後に now が入ります。で sorry I'm busy now と言います。断ってるね。でここから10から13はつながります。会話だっこね。いくよ。ちょっとね、あの会話っぽい感じで書きました。あのテストの時にこういう風に硬い、おいおいこっちだ、硬い表現で言ってくれればいいんだよ。買い物に行ってもらえますかとか、あなたのペンを使ってもいいですかみたいな感じで、あからさまだったらいいんですけど、だいたい崩されるの、日本語を普通の会話っぽく。だからこれ、お前の PSP 使ってもいいってしましたね。 PSP って言葉使っちゃったけど、これちゃんとこの英語っぽく言うんだったら、あなたの PSP を使ってもいいですかってなるんだけど、そうじゃなくて崩すってあります。お前の PSP、お前もう一回、お前の PSP 使ってもいいってお願いしてるじゃん。お願いじゃねえや、私が使ってもいいって許可を取ってるよね。使ってもいいって聞きたいから、ここ最初が Can I です。俺、私が使ってもいいって聞いてるから Can I ね。で、あとちょっと引きすぎたね今ね。使ってがあるから Use だね。Can I use your PSP? って聞きました。ごめん、ダメだって断られます。で、まずごめんだから Sorry です。これ変わらないね、さっきと。で、使ってもいいって聞かれてごめん、ダメって断るときは決まってます。 Sorry 後ろは You can't ってなります。これ決まり文句なんで覚えてください。 Sorry, you can't いいかなってなります。で、なんでかっていうと、それ姉ちゃんの PSP なんだよって言います。で、まず It's があるからそれが消えてるよね。で、姉ちゃんの PSP だから、姉ちゃん、私の姉ちゃんでしょ。 My sister だから、 My sister で姉ちゃんで、姉ちゃんのって言いたいんだよ。のっていう時はここに最後これがつきます。 My sister's って、これで姉ちゃんの PSP。 本当はここに PSP が入ってもいいんだよ。 It's my sister's PSP でも OK なんだけど、 PSP ここ今省略してあるんでないんですけどね。まあこうなります。で、断られました。で、断られて、あーそこそこいいよいいよ大丈夫って感じの、断られた時に、あ、いいよ大丈夫っていう言い方が最後だね。これ決まり文句ですね。 That's、 これ大文字ね、こっちは OK です。 That's OK ってなって、あ、いいよ大丈夫大丈夫っていう感じの会話になります。いいかな、こんな感じです。ここはちょっとね、 Can you と Can I だけで問題だいぶ引っ張りましたけど、もうこの2つだけね、ポイントは。で、あの2個前の動画でこの can の使い方ね、やりましたけど、 can you って普通言うと、あなたはほにゃららできますかって普通意味になるんだよ、本当はね。なるんだけど、 can you にはあなたはできますかって意味と、こちらしてもらえますかって意味の2つあることを覚えておいてください。で、どっちを使うかはそこで合ってる方を入れてください。で、教科書に書いてあるんだよね、大体ね。その合ってるとこ分かんねえから困るんだけど、でもね、意味が似てるからそんな外さないんで、2つあるよってことさえ覚えておけばな、大丈夫なので、そんな感じでやってみてください。お願いします。
ではね、今回は中学校1年生の英語、依頼する許可を求めるについてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。よかったらね、次の英語も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。